都心節クイズです。よエフです。ママです。ルカです。最強クイズ集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。今日はね、都心節クイズということで、はい、答えとか教えてくれる。確かにめちゃくちゃ親切ね、うん、教えてくれ、頼む、まあ、教えないんですけど、教えないね、はい、うん、世の中の早押しクイズの問題って、うん、ちょっと親切じゃないなって思うことがね、あるんですよ。例えばですね、うん、こういう問題、うん、アミノ酸の中で唯一不正炭素を持たないのは何でしょう、はい、ちょっとそれは分かんない単語あります。ちょっとお茶の間に届けるには不親切かもしれないね、うん、何不正炭素、まあ、不正炭素って、まあ、ちょっとね理系を勉強した人じゃないとちょっと分かんないじゃないですか。炭素原子から4つ出ている環の器がそれぞれ、ね、違う環の器とつながっていることでね、不正炭素、はい、おー偉い、うん、じゃあ官能器、まあそうですよその説明すらね、なんか分からんってなりますよね。いや、偉いし、そうなるのは分かる、めちゃくちゃ、はい、こういうことになるじゃないですか。なるわ。なので今回はですね、問題文に出てくる名詞をですね、うんうん、全部辞書で調べて、うん、その意味を説明する文章を置換してきました。はい。アミノ酸とかは分かる。いや、分かんない人がいたら大変じゃないですか。すごい親切だ、あの人。確かに、はい、ど親切だ、うん、はい、もう今日はもう言葉が分かんないなんてことはないですので、安心してね、クイズやっていただければ大丈夫かな。で、早押しクイズで正解やプラス1ポイント、うん、はい、後藤は10秒間お休みでいただきます。これ何ルール？あ、これカプリティオルールです。カプリティオルール。俺たちが後世に唯一残したものとして、ね、これだけ？そう、これらがずっと語り継がれて、誰が採用すんのかな、これ。個人のなんか漁師に委ねられてる速さとかも。それでは早速やってみよう。はい。では参ります。第1問。問題。ある時代、流派やある作者の特徴を最もよく示している作品。またはその中で最も優れた作品に、うん、川舟の市、古代から中世にかけては古賀、はい、森鴎外、よっしゃどういうことおそらく高瀬舟だよね、今のは。そうですね、うん、元の問題文が代表作に高瀬舟や舞姫がある日本の作家は誰かという問題で、はいはい、ちょっとこれを親切にすると、うん、ある時代流派やある作者の特徴を最もよく示している作品、またはその中で最も優れた作品に、うん、川舟の市、古代から中世にかけては小型で底が深く、近世になって大型で底が平たく浅くなった、や、うん、舞を舞う女性、踊り子、ダンサーがある、我が国の国号の芸術作品の制作をする人は不定称の人代名詞。日本のこと我が国の国語っつってたよ。まあまあね、日本分かんない人いたら大変だなと思って。そうね、国語ってむずいってなるけどな。ね、踊り子って言っててややこしい。いつの踊り子書いてる人いるから大丈夫。ややこしいな、うん。こんな感じです。なるほど。はい、では、はい、第2問参ります。よっしゃ。子供が口ずさむ歌、西洋音楽の解明で初めの3音の表紙と節をつけて歌う言葉の総称で、洋楽の解明の1、超音階の第1音、単音階の第3音は何の音変化の洋楽の解明の1、超音階の第1音、単音階の第3音と歌われている。お、ドーナツ。超音階の第一音それが半音階を言われたことによって全然わからんのよ。どっちがどっちってなったけど、はい、こちらですね、ドレミの歌で、はい、ドは何のドと歌われている、はいはいはい、という問題でしたね、はい、普通の音階ね、超音階ね、はい、僕たちのよく知るやつ、はい、まあ、単音階で言うと第3音です、ね、そう言われない方がわかんないそう、何回もそれ言うからなんかどういう問題文ってなっちゃった。何はちゃんと何で弾きましたから、何じゃなくて、うん、そしたら何の音変化何知ってる前提だからいいのよ、何でいいだろう、はい、では参ります。第3問、問題。過去と未来との境になるとき、何の音変化、助数詞、質問、設問、はい、3、どうぞ。過去と未来の間みたいな境になる時、境になる時、今ね、今で何が来て、でまあなんか助数詞がどうこう言ってましたね、これね、はい、はい、そうですね、今何問目ということで3問目が正解でした。すごい。じゃ一応問題をじゃあ、はいはいはい、しますね。過去と未来との境になる時、何の音変化、助数詞、
質問・設問などの数を数えるのに用いる。数を表す語について、その順序に当たる意を表す、うん、表す表す最後目、最後目、目、最後目で出すそうか、何問目が一番わかりやすいそう、ね、少ないからね、4単語しかないから、ね、うん、ちょっとぐらい冷たい方がわかりやすいのかもしれない。名詞のみの方がいいね。途中にこうなんか助詞とかが入るとさ、なんかそれも説明なのか何なのかわかんなくなるからはい、じゃあどんどん参りましょう。はい、問題、問題、その国の中央政府のある都市を西インド諸島ジャマイカの首都に置く。はい、ジャマイカ。ざっけんなこの問題は。構造は分かっちゃった。そうね。首都の説明をしてたなと。したした、はい、確実にしてた。思うので、その後首都が来るじゃないですか。あ、首都待ってたよ俺。首都を都心説にしたら絶対国言う。言ってた。そうですね、首都をキングストンに置くカリブ海の島国はどこでしょうっていう問題で、うん、その国の中央政府のある都市を、はい、西インド諸島ジャマイカの首都に置く、うん、キングストンは永遠に教えてくれないから噛み込んじゃってるからそちらも難しいのに、はい、中央アメリカと南アメリカ大陸および西インド諸島に囲まれる大西洋の付属海の領土が当初のみで構成されている国は不定称の自治体名詞でしょうという問題でしたなるほどね、すごい、さすが、ひらめきがすごかったよ、今。これはいいぞ、この才能を、うん、なんか、どれかのスポーツに割り振りたかった何部かで活躍できた、これの力を割り振れば都心説クイズ部はちょっとあるけど、そうそうそう、ないので、水球とかでもいいから一度でいいからエースになりたかった水球ね、水球、お手入れジャパンそうね、いや、水球知識では参ります。問題、ロマンス書の1位でキリスト教で礼拝を行う建物、名詞について、そういう様式である、そういう外見である。アカペラ。そうかー、あれ最初なんつってたかな。ロマンス昭和の1。ロマンス昭和、ロマンス昭和、昭和、昭和って何ですか。古代ローマあたりでの地域のいろんな言葉、諸語、諸語の一つ、ローマ諸語の一で、で元の問題文を言いますと、うん、イタリア語で礼拝堂風にという意味がある楽器の伴奏を伴わない合唱曲のことを何というでしょう。なるほど、うん、礼拝堂の話はしていた、確かにそうね、ロマンス諸語の一で、うん、キリスト教で礼拝を行う建物、うん、名詞について、そういう様式である、そういう外見である、その傾向があるなどの意を表す。風か、風の話長いですねという言葉が示す内容がある、これ意味がある、あ、意味むずいな音楽演奏のために使用される器具の楽器の支援率や出演部を支え引き立てるために他の楽器で補助的に演奏することを伴わないか、使用の前に使用の変化が高いこと、何の音変化というでしょう、うん、慣れ始めてきたなこれがクイズ王力だ水球部2代目も育ってきて俺も安心だちょっと3代目も頑張ります、ちょっと頑張りたい、水ドンジャパンになるぞ俺たち全員がねいきます、問題、うん、古くから言い伝えられてきた教訓または風刺の意味を含んだ短い言葉、うん、悪事欠点の一部を隠して全部を隠したつもりでいる、あーと、七男、うーん、もう待ってんだ、記事、あーあれあ、丸ごと丸ごとあるのか、そこに、そうだ、ことわざ、はい、丸々説明してくれるんだ、あの括弧の中で、そうですね、まあ、ことわざと丸ごと載ってて、まあ、まあ、まあ、一つで考えて、まあ、名詞と考えていいかなと思った、そういうことか、そこにあったのね、丸ごとことわざが、はい、じゃ元の問題文が、はい、ことわざ頭隠して尻隠さずの由来となった鳥は何でしょう、はいはいはい、題でして、古くから言い伝えられてきた教訓または風刺の意味を含んだ短い言葉、あ、ここはいいね、ことわざね、悪事欠点の一部を隠して全部を隠したつもりでいる愚かさをあざける言葉の物事がそれを危険とするところとなった、体全体が羽毛で覆われ翼で空中を飛ぶ高温動物は何の音変化でしょう、鳥ね、鳥のこと言ったついに3代目来た、来ました、我々ポセイドンジャパン、ポセイドンジャパン、これで我が水球部はすごいぞ、これはまだまだ問題があります、じゃあでは参ります、問題、特定の材料様式などによって美を追求表現しようとする人間の活動は、物質が急激な化学変化または物理変化を起こし体積が一瞬に、
何や岡本太郎。わーわーってそういうことか。おちょっとわーと繋がるってさどういうことかと思ってた。元の問題が芸術は爆発だという名言で知られる芸術家は誰でしょう。はいはいはい。で特定の材料様式などによって美を追求表現しようとする人間の活動は、うん、物質が急激な化学変化または物理変化を起こし体積が一瞬に著しく増大して音や破壊作用を伴う現象だという、うん、そうかそこ残るもんな、はい、うん、事柄の本質をうまく捉えた言葉で知られる、うん、はいはいはい、芸術作品の創作活動を行う人は不定症の人代名詞でしょう。不定症の人代名詞、はいはい、そこもう大丈夫だよ俺、うん、う何の疑問もない何の疑問もないはい、これはね、非常に早いポイントだね。やったー、いや、いいお詩だな、知識もあっていいよ、うん、問題作ったことありました。大丈夫でしょ自分がね、手を挙げてくれますからね。そこで問題です。いや、8000問確かにあるはずだ。確かに後ろにね、うん、いや、ないなかった。今日はここまで。これもない。今日はここまで。結果ですけども、はい、マモさん2点、古川さん4点、リコ1点で、古川さんよっしゃー。置き換え系のクイズっていうのは、まあ、ひらめきも必要で、まあ、基本のクイズに親しめば親しむほど置き換えやすくなるとは思うんだけど、こんなに丁寧なやつが頭が回らなくなってくるとは思わなかったですよね。3人が正解出たので、今このアジャストした状態だったら、第2回やったらどうなるのかなと思うので、次回もね、期待したいなと思って。後半ちょっとアダストした結果ちょっと文法構造とかが分かりやすくなって、うん、何でしょう初めての言語を学んだような確かにねそこはね、うん、そうだね。でもやっぱり最初の古川さんの反応の速さとか理解の速さがすごすぎて、うん、古川さんは真面目に英語をやったらめちゃくちゃプラプラになるのではと思いました確かになんか英会話教室みたいな感じではありましたよね。そうですね、ここまでが主語でこの輪がくっついてみたいな、うん、なんかおそらくみんなが初めて聞く言語を最初の3日くらい僕がめちゃくちゃ喋れて追い抜かれていくんじゃないかなと思いますねみんなが慣れるまでが勝負って感じですね。じゃあその検証も含めて第2回やってみたいです。やりたい。最後まで古川さんの凄さに圧倒されてたんですが、うん、どこが親切なんだそうね、言うのを忘れてた。これは言わないけど、どこが親切なんだっ受け入れがすごすぎたんだけど、おんおんとか言ってたけど、違う違う、分かりづらくなってるぞ。分かりにくいんですよ、ね、鳥の説明に高温動物って言ってたからむずいからな、うん、まあ、ド親切クイズで、まあ、略してドエスクイズだねなるほど、親切のエスだったの、はい、親切のエスってことで、ね、分かりましたなんかこの辺りがいいのそういうことならならということでね、面白かったという方はぜひ高評価お願いします。以上、本日のカフェイティアでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。